はい、どうもこんにちは。今日はですね、こちらです。こちら ASUS Chromebook C423NA でございます。よっしゃよいしょーっていうのでですね、 Chromebook を思わず買ってしまいました。まあ、完全にね、初期化されているっていう状況で、中古品ということで購入したんですが、価格の方がですね、なんと2090円で購入。よっしゃ安いぞよいしょーっていうのでですね、送料が1450円かかってるので、トータルで3500円ぐらい。それでも安いですよね。ちょっと見た感じ、いつも購入したりしている Chromebook よりも若干大きめ、14インチ、見た感じかなりでかいなーっていう風な感じなんですが、こちらのね、スペックの方がこのようになっております。まあ、OS はね、当然 Chrome OS となるんですが、 CPU インテルのセレロンの N3350、 またね、どれぐらいのパワーなのか知りたいなとは思うんですが、セレロンの N の3000番台、非力なのは間違いないですよね。 Chrome OS で使用する分には問題ないんではないかなというふうに感じてますが、実際に使い心地感じてみたいですね。グラフィックスの方はインテル HD グラフィックス500 CPU に内蔵している GPU となります。はい、メモリの方が 4GB、 そしてストレージの方が 32GB の EMSC となっておりますね。 Chrome OS では 4GB、 32GB でも全く問題ないのかなというふうに思っています。そして今回すごいなと思っているのがこちらね、液晶の方が 1920×1080 フル HD。 やっちゃよいしょーってので、 Chromebook ほとんどがフル HD ではないことが多かったので、これはかなり嬉しいです。まあ、その分ね、でっかいなっていう感じのところはあるんですが、非常に楽しみな部分になります。そしてインターフェースの方が USB の 3.2 のタイプ A が2つ、 USB の 3.2 のタイプ C が2つついているという状況になっています。そして重量の方が 1.34kg、 やはりね、ちっちゃい PC として比べるとかなり重めにはなるけどもという状況かなというふうに思いますね。今回ね、この Chromebook ということで、こんな言い方はとっても失礼なんですが、そんなに期待をしている機体ではないんですが、フル HD で使っていくとどんだけ使えるのかなを調査したいなというふうに感じています。いろいろ見ていきたいんですが、一応絶対を見ていくと、送られたものかなり綺麗で、わかりますかね、ほぼ傷がない状態、非常にいい状態で送られてきています。こちら右側面、 USB のタイプ C、 こちらが PD に対応している部分ですね。マイクロ SD カードリーダー、イヤホンジャックに USB のタイプ A、 こちらが 3.2 に対応です。前面こんな感じ、非常に薄い作りになっており、左側面にさらに USB のタイプ A、 USB のタイプ C と並んでいます。入出力に関してもね、そこそこ充実しているように思いますね。 USB のタイプ C が映像出力にも対応しているとのことなので、そっちには使いませんが、使い勝手はかなり良さそうです。開いてみるとこんな感じ。やっぱり普通のノート PC ぐらいでっけえっすね。こちらが、まあ、僕がね、愛用している2way のミニブック X になるんですが、 10.5 インチぐらいの大きさ、これに使い慣れてる分かなり大きく感じる液晶の大きさです。ただまあ、仕事をしたりとかする分には全く支障がない、非常に使いやすい状況ではないかなと思いますね。そしてこちら、僕がメイン機として使っている MacBook Air の M2 です。これが14インチになるので、まあ、やはり大きさが似通った感じになるのかなと思いますね。ただちょっとベゼルが広いので、その分こちらの方がね、大きく感じるという状況かなというふうに思いますね。まあ、こうやって比べてみてもね、ちょっと大きめだなというふうに思いますが、 PC として使う分には使い勝手が良さそうな、そんな印象ですね。はい、そして全体見ていくと、キーボード面も文字のかすれとかもありませんし、液晶部分もノングレアの仕上げで、かなり綺麗な状態ではないかなと思いますね。底面部分も
全く汚れが見当たらないぐらいあまり使われてなかった感じがしますよね。多少角に擦れ傷が見られますね。その程度です。こちら発売年月日が2019年と記載されてますね。だからまあ今から5年ぐらい前の商品という形なんで、実際使ってみてね、どんな感じか確かめてみたいと思います。まあ、ほとんど汚れないんですが、簡単に清掃して初期設定をねやっていきたいなと思います。じゃあやっていきましょう。はい、というので簡単に拭いてみましたが、ほとんど汚れありませんでしたね。かなり綺麗な状態です。電源の方をね入れて実際の動きを確認してみたいと思います。はい、ということでですね、無事に設定の方が全て完了いたしました。よっしゃよいしょーっていうのでですね、まあね、やっぱり結構時間がかかりましたね。家で主に娘が使っている僕のアカウントの Chromebook、 こちらの方と同期してましたので、アプリケーションのインストール等で少し時間がかかってしまいましたね。あと必要なものなどを簡単にインストールの方を終わらしております。はい、そこで触ってる感じなんですが、立ち上がりとかもね、思いのほかいいんですよね。一回開いているアプリケーションとかはすぐにサッと開く、そんなイメージがあります。まあ、YouTube これ開いてるんですが、開くまでに少し時間がかかる感じですね。初めからそんなにパワーないぞと思いながら開いてる分には特に問題なく扱えるんじゃないかなという風な感想になりますね。プロセッサーの方がセレロンの N3350 っていうのでね、パワーがないなっていうのは初めから分かってる状態でスタートしてるんですが、実際にベンチマーク結果どうなるかっていうのでベンチマークを回しておきました。アンツツベンチマークをね入れたかったんですが、やはり APK ファイルをインストールする方法が途中までやったんですけども、うまくいきませんでしたね。そこちょっとマスターしたいなというふうに正直感じてるんですが、 Geekbench 5そして Geekbench 6で結果の方を出しておきました。こちらが Geekbench 5そして Geekbench 6の結果となります。まずはね、 Geekbench 5の方なんですが、シングルコアスコアがなんと339、そしてマルチコアスコアの方が562ポイントしょぼいですね。ディークベンチ6の結果の方がシングルコアスコアの方が297、そしてマルチコアスコアの方で498となっております。そこで今まで蓄積しているギークベンチ5、こちらの結果の方で比べてみるとこんな感じですね。マルチコアスコアの562ポイント、これね、セレロンの N4020、 これよりはいい数字が出てきてるんですが、もう体感的にほぼ変わらないんだろうなというふうに思いますね。やはりびっくりしてしまうのが、 Amazon の Fire 7タブレットにちょっと毛が生えた程度なんですね。全然パワーがないんですね。やはりウェブを中心とした用途でないとこのパワーだとなかなかしんどいんだろうなというふうに感じる数値となっておりますね。はい、そしてあともう一つ、 OpenCL スコアとか出したかったんですが、 GPU を計測する部分はうまく作動してくれてませんでしたので、結果 CPU のみの判定となってしまっております。細かい判定というのがなかなかできないんですが、一応こんな結果となっております。はい、というのでパワーはね、初めからないだろうなーっていうのは想像できてたんですが、今後の使い心地ですよね。それどんな感じかなっていうのを実際に使っていこうかなというふうに感じています。何よりもいいのはスペックでフル HD で表示できるところなんですね。よっしゃよいしょっていうので、まあ、普段フル HD 以上で作業することが普通なので、普通の PC と同じ感覚でウェブ上での作業ができるっていうのは一つ大きな強みかなというふうに思いますね。重たい作業とかをね、ここでやるつもりは全くないので、これからね、1、2週間ちょっと使ってみて、使い心地の方をね、探ってみたいなというふうに思います。ちょっと楽しみですね。はい、ということでですね、丸々1週間ちょっと、こ
こちらバシバシに使ってみました。そこでの感想をねちょっと述べさせてもらおうかなというふうに思いますね。まあまずはですね、どんなシーンで活用したのかというところを簡単にお話ししておこうと思います。まずはね、僕はだいたいお昼の1時半ぐらいから本職の仕事場に行って、仕事場の PC を使わないといけないと、朝からその時間までの間ですね、だらだらと YouTube を見たりですね、プライムビデオを見たり、あとはメールのチェック、スケジュールのチェック、そして仕事上での指示出しとかを、まあ、ウェブ上で行うことが多いんですよね。まあ、それら含めてどんな使い心地だったかということです。まずはっきり言えるのが、その用途では全く問題なかった。よっしゃよいしょっていうので、使い心地は相当に良かったです。っていうのも画面が広いからですね。Amazon プライムビデオなんかはアニメとかをね非常によく見るんですけど、カクつくこともなくですね、非常にスムーズに見ることができたんですよね。フル HD なんで表示がカクついたりするのかなって少し心配してたんですが、ほぼ問題はなかったように思います。若干読み込みが遅いなって感じるシーンはありましたが、そもそも僕が使ってるタブレットをね相当にしょぼいやつ使ってますので、あまり気にならなかったですね。まあ、YouTube などもどうも同じ状況で、読み込みに少し時間がかかるなという印象しかありませんでした。視聴し始めるとほとんど僕画質もあんまり気にしてないので、問題なく再生されてたように思います。若干音がねこもってる感じはありますが、まあ、僕それも気にならない人なので、音とかね画質とかスピードとか求めてる人はそもそもこれ買わないだろうとも思いますし、十分に使える範囲なんじゃないかなというふうに感じてますね。あとは Google のサービスである Google Keep、 そして Google カレンダー、さらには Gmail とかね、もう使い心地は普通の PC のちょっと遅い版ぐらいの感じで使うことができてます。キーボードの打ち込みも遅延が起こるっていうのは全くありませんでしたので、使ってる作業の中で何か不満を感じるっていうのは特になかったなというふうに思いますね。ということで、 Google サービスメインで使う、そして動画の視聴、このあたりでは全く問題なく使うことができました。そしてですね、何よりやはり良かったのは、先ほどからちょこちょこ言ってますが、フル HD の表示がしっかりできているところですね。まあ、画面が広いので快適に作業ができる、これ本当にありがたいことだったなというふうに思います。さらにこちらですね、バッテリーがちゃんと生きている。よっしゃよいしょーってので、しっかりとバッテリー駆動もできております。約1時間このまま使い続けることができましたので、まあ、1時間以上はバッテリー持ちはするっていうのが確認できてますね。消耗度合いも分かりませんしね、不安なのでいつも PD の AC アダプターを持ち歩いておりますが、僕の今の使い方で言うと全く問題なく使えそうな感じですね。はい、というのでトータルで言うとですね、かなり良かったと思うんですが、まあ少し残念な点もあります。これはどんな気持ちで使うかにかなり左右されるかなというふうに思いますが、まず1点目は画面が大きなサイズ、14インチっていうこともあって、やはりサイズが大きいんですよね。これが苦にならなければ全く問題ありませんが、やはり 1.23 キロありますので、重さもそこそこある。これをずっと持ち運ぶってなると少し重いと感じるかもしれません。それとまたこれをサブ機として使うんであれば、これを常に持ち歩くっていうのは結構しんどいかもしれないなという点ですね。まあ、そして2点目はやはりこれタッチに対応していない Chromebook となりますので、子供がねひたすらタッチしてたんですよ学校で配られてる Chromebook は全部タブレット型になるようなものなんです。180度までしか開かない構造となっています。180度開くだけでも随分使い勝手はいいんですが、子供さんが使う分にはね少し戸惑ってしまうのかもしれませんが、僕的にはあまり問題がなかったんですけどね、こういう若干の問題点があるのかなというふうに感じています。というのでこの1週間以上ねかなり頻繁に使っていきましたが、トータルで言うとかなり気に入っております。よっしゃよいしょーっていうので、 Chromebook
服ね、少し見直しましたね、やはりね。以前からちょこちょこ使うようにはしてってるんですが、重たい仕事はね、どうせ仕事場でやってしまいますので、そうではなくて家でやってる仕事量、作業量っていうのを考えると、Chromebook で十分だなというふうに正直思いますね。ただ、用途をはっきりさせて使うというのは大前提となると思うので、何でもできると思って購入すると、かなりしんどいことになるんじゃないかなというふうに思いますけどね。というので、今後もバリバリ使っていきたいと思います。というので、今日はどうもありがとうございました。